足利義胤。足利義胤は、室町幕府第10代将軍。父は、室町幕府第8代将軍、足利義政の弟で、一時兄の養子として慶喜に、着せられた、足利義実。母は浦、松重政の娘、日野良子、日野富子の妹。署名は、義在、義樹。将軍職を追われ逃亡中の明応7年、1498年に議員、義忠、将軍職復帰後の永正10年、1513年には、義胤と改名している。将軍在職は2つの時期に分かれており、1度目は、延徳2年7月5日、1490年7月22日、原明応3年12月27日、1495年1月23日まで在職した後、約13年半の逃亡生活を送る。2度目は、永正5年7月1日、1508年7月28日、原大永元年12月25日、1522年1月22日まで在職した。文明9年、1477年、父、義実に伴われて、美濃国に亡命した。長享3年、1489年、創成したいとこで9代将軍の足利義直と、彼に続いて死去した叔父、足利義政の後継者として上洛し、第10代将軍に就任した。その後、官僚、細川正元と対立、明応2年、1493年将軍職を、廃され幽閉されたが、明応の政変、脱出して、越中国、ついで越前国へ逃れ、諸大名の軍事力を動員して、京都回復、将軍復職を目指て、逃亡生活を送った。周王国の大内義興の支援を得て、永正5年、1508年に、京都を占領、将軍職に復帰した。しかし、大内義興が、周王国に帰国すると官僚、細川高国、正元の養子と対立、大永元年、1521年に、細川晴元、細川持孝を、頼り、京都を出奔して、将軍職を奪われ、大永3年、1523年逃亡先の、阿波国で死去した。文正元年7月30日、1466年9月9日、足利義実の子として、父の近従、種村九郎の屋敷で生まれる。翌応仁元年、1467年1月に、応仁の乱が勃発すると、父、義実は兄である将軍、足利義政と対立して9月には、東軍より、山門に出奔し、ついで西軍に身を投じた。この時、東軍の武田信方が義在を守り、西軍に送り届けたという。文明5年、1473年に義政の子、足利義直が9代将軍となり、文明9年、1477年11月に、応仁の乱が終結すると、義実、義在親子は、西軍の一角であった、美濃国の時成より、斎藤明珍の庇護のもとに、川手に下校し、翌文明10年、1478年7月に、大御所、義政と義実の和議が正式に成立した後も、美濃国に泊まり続けた。義在は、長享元年、1487年1月2日、義直の有志として元服し、同年8月には、義直の母、日野富子、義在の母方の叔母でもあるらの推挙で、美濃在国のまま従位した、左馬頭に叙位された。長享3年、1489年3月26日、義直が、旧西軍であった、近江国の六角高頼征伐、長享、延徳の乱の在陣中に死去すると、父、義実、時成より、斎藤太順に伴われて上洛して、義直の葬儀に参列しようしたが、この時は、細川正元の反対でやむなく葬儀が終わった後に、入京している。正元は、義直と義在のいとこで、堀越公房、足利正友の子、光源院、清明、天竜寺光源院を継承し出家していた、後の足利義純を、将軍後継者候補に推して、義在の将軍職継承に反対していたが、義政、風志夫妻が義在を支持したため、義在の将軍就任が、ほぼ決定した。翌延徳2年、1490年1月には、義政が死去し、義財が10代将軍に就任した。当初、政治の実権を握り、大御所と称した父、義実が、延徳3年、1491年1月に死去した後は、前官僚、畠山正長と協調して、独自の権力の確立を企図する。しかし擁立の功労者であった、富子や、もともと、清明支持派である、細川正元、一時官僚となったがすぐに、辞任とは、対立を生じることになった。同年8月、義直の遺志を継ぎ、正元の反対を押し切って、六角高頼征伐を再開、自ら近江国に出陣して、高頼の追放に成功している。明応2年、1493年2月には、応仁の乱終結後も、分裂状態が続いていた畠山氏で、畠山正長の対抗者、畠山義成が死去したのに乗じて、義成の後継者、義豊を討伐するため、またもや正元の反対を押し切って、畠山正長を率いて、河内国に赴いた。しかし義財が京都を留守にしている間に、京都に残っていた、細川正元、日野富子、伊勢貞宗らは、同年4月、清明を11代将軍に擁立して、義財を廃するクーデター、明応の政変を起こした。正元のクーデターの最大の原因は、義財が、将軍就任時は、政務は当時官僚だった正元に任せると言いながら、成長すると自ら政務を行おうとしたこと、すなわち将軍と官僚のどちらが、幕政の主導権を愚かにあったと見られている。京都では、義財派の人々の粛清が行われて、市中は騒然となり、自分が任命した将軍の廃立に起こった、後土帝天皇は一時は抗議のため退位を表明し、その後も政変をなかなか承認せず、そのため、清明の征夷大将軍宣下は、政変から8ヶ月以上経った12月27日に行われた。この事情のためか、公卿部院では、義財から義澄への将軍交代は、後土帝天皇の死後に行われたことになっている。もっとも、政元側の献金不足によって、朝廷の動きが鈍かっただけとする説もある。正元は軍を、河内国に派遣して、義財と畠山正長を打ち破り、正長は自害した。義財は、高氏以来足利将軍家に伝わる家宝の甲冑、おこそでと5件だけを携えて、正元の家臣、上原元秀の陣に投降し、京都に連れ戻されて、龍安寺に幽閉された。この時、義財が毒を盛られる事件が起き、富子の指示によるものだと噂された。幽閉された義財は、小豆島へ流されることを知り、明応2年、1493年6月29日に、側近らの手引きで、京都を脱出して、畠山正長の領国である、越中国北条津に下降し、正長の家臣、神保長生を頼ったため、越中公房、越中御所と呼ばれた。この時の義財は単なる無力な逃亡者ではなく、越中国でそれなりの陣容を整えた政権を樹立していることから、後の足利義綱の堺幕府や足利義明の友幕府に倣い、北条津幕府などと呼ぶこともある。明応7年、1498年9月に生、元川との和睦交渉が進展したという認識から、議員と改名した義財は、越前国の朝倉忠景のもとへ移った。ところが正元との和睦は不調となり、朝倉忠景や畠山正長の子、久信と同調して、軍事攻撃による上洛へ、方針転換した。延暦寺、根来寺、高野山の僧兵も議員に呼応して一時は、近江国まで迫ったが、坂本で、六角高頼に敗れ、河内国に逃れたがここでも正元に敗れて、かつて大内家が応仁の乱で、父、義実を奉じて西軍に属した縁を頼って、周防国に逃れ、大内義興のもとに身を寄せた。畠山久信も河内国を失って、紀の国に逃れた。永正4年、1507年に、細川正元が暗殺されて、正元の3人の養子の間で、細川家が分裂状態、永正の錯乱に陥ると、議員は将軍への復帰の好機とみて、永正5年、1508年4月に、大内家の軍事力に知られ、細川家の後継者候補のうちの細川隆国らの勢力に迎えられて、中国地方や九州の諸大名と共に、山口から尾道、友を経て、海路上洛しようとする。同年4月、堺に到着。同年6月、京都を占領して11代将軍、吉住や高国と対立していた官僚、細川住元を追放し、7月には将軍職に復帰した。その後、議員と吉住派は将軍職をめぐって抗争する。永正6年、1509年10月には吉住に刺客を送られたが、議員は自らこれを撃退した。永正8年、1511年8月の船岡、山合戦直前に吉住が病死し、さらにこの戦いにも議員派が勝利したため、議員の将軍職復帰が確定した。だが、議員の政権は官僚となった、細川隆国や官僚代と称された、大内義興らの軍事力によって支えられていたため、震災志向の強い議員としては、意のままにならないことも多く、永正5年、1508年8月に行われた、将軍復帰直後最初のおなり先に、畠山久信の宿舎を選んだ。久信を将軍復帰の最大の功労者と認定したことになることで、大内義興がこれに抗議するために宴会をとで、退席して、高国もこれに同調し、永正9年、1512年3月に、後柏原天皇が議員の意向に反して、大内義興を従三位に叙し、永正10年、1513年3月には、細川、大内、畠山の諸氏と対立した。議員が一京都を出奔して、近江国甲賀軍に逃れた上、当地で病を発した。一時は、死亡説が流れるほどの重病で、当時伊勢神宮でも、将軍兵の祈祷が行われるほど、後北条時関白記、当時由利文書名であり、義種に改名したのも、この時期であった。これに対して4月には、細川隆国、大内義興、畠山久信、畠山義元の連名で将軍の下示に背かない、旨の起請文が作成され、回復後の同年5月に和解が成立して、先の4名や伊勢定陸が、甲賀軍まで義種を迎えに行き、京都に戻った。だが、永正14年、1517年には、義種の拒否にもかかわらず、細川隆国の判断によって、伊達公曹に、偏忌、種宗が与えられて、左京大夫に任官された。永正15年、1518年8月に、大内義興が、領内の事情などから官僚代を辞して帰国し、続いて、畠山久信も、同様の理由で帰国すると、残された義種と高国は、次第に対立を深めていった。大内義興の帰国によって、義種への軍事的支えがなくなり、これを好機と見た。細川住元が春動し始めたことから、永正15年、1518年12月に、義種は赤松義村に、住元やその家臣らを成敗するように命を出している、お内が起案。そして、阿波国に逃れていた住元は、永正16年、1519年10月に挙兵し、11月には、摂津国に上陸する。このため義種は11月3日に、赤松義村に、細川隆国に味方するように命じている、室町家を内垣。もっとも、永正9年、1512年に隆国と和議を結んだとはいえ、義村は、もともとは、吉住住元派の大名であり、この頃から義種が赤松氏を通じて住元と、密かに関係を持っていた可能性がある。永正17年、1520年2月、細川隆国は、尼崎で大敗し、京都へ敗走し、2月17日に隆国は義種に、一緒に、近江国へ逃亡するよう申し出たが、義種はこれを拒否した。すでに義種には、細川住元から恭順を誓う書状が送られており、近江国へ逃れた隆国に代わって3月に住元の家臣、三好惟長が入京した。2月8日の段階で、義種から隆国に、住元討伐に関する、お内書きが出されており、隆国が義種の内通をこの段階になるまで、知らなかった可能性が高い。一方、震災志向の強い義種は、若い住元を利用して、政務の実権を掌握しようとしたとも考えられる。ところが、近江国で勢力を回復した高国が5月5日に、東寺院、京都市中京区東寺院北町付近で住元、打ち破って、東寺院の戦い再び入京し、住元は、阿波国へ逃げ帰った。これ以後、義種と細川高国の仲は、険悪なものとなり、大永元年、1521年3月7日、義種は、泉国境に出奔した。義種は、高国の影響下の京都を離れて、高国討伐軍を起こそうとしたと考えられている。これに従ったのは、側近の畠山準公やごく一部の奉行人ら、数名のみで万所頭人の伊勢貞忠や、奉行人のほとんどは、京都に泊まって、義種を見限ることになった。また、これが同月に予定されていた、後柏原天皇の即位式直前のことであったため、天皇は激怒して、高国に即位式の準備を命じて予定通りに挙行させた。高国は義種に代わる新将軍として11代将軍義澄の維持足利義晴を擁立した。義種は泉国から淡路国雫浦に逃れ、ここで再挙を図って細川高国と抗争した。高国の妻の兄弟である泉守護、細川清賢、住方、政権の子や河内守護、畠山義秀らを味方につけて10月は堺まで引き返すが、兵が集まらなかったために、高国にかなわず、その後の島でしばらく潜んでいたが、再起のために、細川三州家のもとに赴いた矢先の大永3年、1523年4月9日、1523年5月23日に、阿波国武夜、現在の鳴門市で死去した、足利慶図。足利夜間域、苦行部人、応仁後期、足利清喜。享年58、満56歳没。1回目の将軍在任の間、延徳2年、1490年明王3年、1495年。将軍復職直後、足利義澄より後、永正5年、1508年永正10年、1513年。永正10年。1513年永正18年、1520年。上に挙げた人物の子孫が、地記の字を用いた例。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。